いい感じですね。うん。私もいい。でも個室がいいね。落ち着きますね。そうそうそう。ではお料理の説明をお願いします。こちら前菜ですね。はい。サラダです。これはほうれん草ですか。でしたね。おひたし。レタス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 ね。ありがとうございます。あ、肉だ。すごい。これ美味しいよね。私これ大好き。料理の説明です。はい。よろしくお願いします。こちら左側が、牛の叩きでございます。右側はローストビーフでございます。はい。2段目がですね、はい。ブリのままになっております。一番下がしめ鯖でございます。まだ。わお。すごい。わお。全て揚げてあります。3段になってます。お召し上がりください。すごい。ありがとうございます。これいいね、これ素晴らしいね。三段に1の10、2の10、3の10。これすごいよ、ちょっと。さあ、ではいただきます。いただきます。これなんかスープに美味しそうだね。テールですかね。テール。お肉も入ってます。肉食べて、これすっごい美味しい。本当ですか。じゃあレタスのこれ和え物いただきましょうか。うん、ね、ああまたこれ味がいい。そのこのお肉のお寿司いただきますよ。薬そうちょっと。いただきます。めちゃくちゃ美味しいよ。やっぱりお寿司はこのね、肉寿司が美味しいね。スープ絶品ね。美味しいね。あ、大根もまた味が染みてていいですよ。美味しいです。はい、そしてこちらはコロッケ。コロッケだ。うん。なんだ。なんだっけ。お野菜？ね、シシトウとカリクリコロッケなんですか。確か。美味しそう。普段ね、あんまり揚げ物食べんけんね。たまに食べると美味しいね、揚げ物ね。サクサク感。美味しい。あ。ビヨーン。これがまた舞茸だ。これ何をつけんの？お塩が多分あるはずです。どこに？あ、ほんとや。童顔の老眼焼き見えやった。うわ、これまた柔らかそう。ねえ、ハゲ子、ほうきでさ、ゴミをさ、ちゃっちゃってやることなんていう？はわく博多弁は？それが博多弁か。うん。ハクって標準語じゃないじゃん。ハク。標準語はハク。標準語がハク？うん。うん。ハクは？博多弁。なんか時々ごっちゃにならん。ってなんか聞いた。他の人から聞いた。私たちハクって言うよね。はい。本当や。それは実は、うん、博多弁です。これ直しとってって言うやん。これ直しとって。うん、ただね、これをね、みんなね、修理してって思う。そう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 。リペアとかじゃないですよ。だから直すは片付ける。そうそうそう。でよく使うイボル。イボルも使うね、みんな。イボルはね、はまるとかぬまるとか、なんかそんな感じ。
あのイボルはもうあの探検クラブではもうこれ標準語ですから。そうそうそう。イボルとリゴをするよ。よく使いますね。はいはいはい、で博多であの勝てて仲間に勝ててとか言うやん。勝たしてとか勝ててとか言うね。語らせてって言う。私か勝ててっていう。ちょ語って語ってやつ。語って。だから入れてっていうのと。だからまたおいでっていうのとは違うという。だから勝てちゃけんとか言うやん。あとほらよくあのよく子供の時使ってたのが来る。あ今から来るけんっていうよ。だけどねそれ言ったらみんなわからんみたいな。そうゴーとカム両方意味がある。誰が来るとってなるじゃんね。うん、そう私たちはでも今から来るけんって言うの行くっていう意味と。そうこれ難しいよね多分ね。でも普通に使っとるね。あとね穴を私たちはほがすって言います。ほがすね。穴ほがす。ああ。開けることね。ほがす。穴ほげとるよとか言うね。はいはい。うん。あとね、あーねーってよく使うね。あーねーっていうのはね、あなるほどみたいな、うん。なんかそんな感じかな。短縮させた。あーねー。うん、まあそれ理解してもらえたという感じですよ。だし巻き。ね。美味しそう、ね、ちょっと。食レポお願いします。これ、はい。これね、中がめっちゃちょっと綺麗だからお見せしますね。うん、上手よね。プロが作るとね。見てごらん、この。ホクホク。それいいですよね。うまい。これ、だし汁やばいよ。だし汁やばい。だから、だしの味がとっても効いてて、その後に。これ何ね最後あの青唐辛子のピリッとした感じがすごい。これなんかねますよ味の三段活用みたいなそんな感じ。めちゃくちゃ美味しいけんね。でもみんな柿好きやろうがみんな柿ご焼きよね。いやでも僕そんなに言うほど本当出されたから食べますけど。海のミルクって言われるほどね、なんかあれですよ。何ね磯の香りが口の中に広がって、ほんといい。うまいっすよ。柔らかい。柔らかい。うん。さあ、それでは美味しい桃ステーキいただきましょうね。これさ、なんかいいね。お皿もおしゃれだしさ。美味しそう。私は、わさびが好きだな。わさび。わさびか塩やね。私は塩。うん。いただきます。うん。美味しい。柔らか。うん。もうさ、コースとかはさ、ちょっとずつでいいね。うん。それでもね、お腹いっぱいなるっちゃう。本当に。うん。すみません、もうすでに僕お腹いっぱいです。だけどなんかこう、ばーっとたくさんじゃなくていいし、はい、ね、それやったらちょっと美味しいものをちょっとずつ食べるのが、なんかいいね。大人になるとね。あの焼肉食べ放題行ってた時は懐かしいですね。それは、若い時は、なんか質より量みたいなのがね、あろうけど、だんだんと仕事にやっぱりなんか美味しいものをね、ちょっと食べれたらいいかなって思いますよ。そうですね。もう40過ぎてまずは、油から買いましたからねえ、だけど顔から油が出とやんだ。ねえ、だからエキスやって。何のエキス？油じゃない、エキスやで。天然素材のエキスや。キモい。キモくない？キモい、なんか油が出よる気やなから。いやあんたやば。でもさ、今日本当にうずらに見える。ちゃんと綺麗にそれよ。だって寒いっすもんだって、そんなの。それ言わんでください、もう。やばいよ、それからずらった。あ、そうですね。あ、今度お化粧しちゃる。いや、もういいですよ。私ね、メイクさんよ。知っとろ、はい、メイクうまいの。いや、去年してもらいましたって。違うって、最近もずっとほら、ね、綺麗にしてきて、はい、あきちゃんとかよっちゃんとか。メイクうまかろうが。そうですね。うん。で、人にするのが好きって。特にあのほらあの女性の方がこのまたさらにこう綺麗な女性になる姿がいいっていうあのファンもいるじゃないですか。私は女の人は綺麗にしてあげる。うん。でもあんたは違う。
いやだから僕はいいです。いいって。というかね、あの僕バッグ写さなくていいんですよ今回は。あなたが主役なんですから。食べよ。いただきます。もう取り上げますよと。うん、私はどうよ。あ、おいしい。さあそれではガーリックライスですね。私ねガーリック大好き。一玉をそのまま油の中に突っ込んで揚げるって。でそのままね、うん、あのコチュジャンとかつけて食べるの。あのね、それ一番いい食い方。いただきまーす。だけね、風邪ひかんたい。うん。あ、おいしい。52歳の誕生日でーす。だけど、ろうそくは4本しかありません。これ40ってこと？私ちゃんとあの、本数ちゃんと用意したんですけどね。40やん、これ。40歳。消すよ。てか歌ってよ、早く。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. 皆さん。Happy birthday to you.おめでとう。あ、なる。聞いてませんよ。あ、せーの。よっしゃー。これ、いちごケーキ。ね。いちご。ベリー尽くし。美味しそう。今、いちごやんね。うん。美味しい。生クリーム。でも私、一番好きなのはこれ。喧嘩になるやん、いつもクリスマスとかで、はい、上のと、はい、私絶対取り上げるけん、うん、いただきまーす。ちゃんになった、ちゃんちゃんちゃん大名王にこんなすごい店があるよ。というか大名なんてそんなに行ったことねえからさ。いや、すごいね。いや、いい店だね。そうやろ、うん、見てごらん。こっから覗くだけでわかろうが、もう僕もうすでにもうこの時点でね、ちょっと行ってみよう。とにかくここにはね、私たちみたいなおっさんやおばさんはなんでこれっていうぐらい喜ぶようなもんがいっぱいあるったね。懐かしかろうが、このジャンバー、まあ、後でも見て、麺粉とかもあるけん。あ、見てん、これほら鉄道、ほらえさ、なんせね、ここね、すごいの。もうあのファッションからアクセサリー、雑貨、お鍋とかもあったね。見てん、これカラーもさ、ビタミンカラーで、これ昭和チック、懐かしい。ウィンドブレーカーとかもあるしね。この辺のね、あの、うん、アディダスとかプーマンやつも結構いい。これ懐かしいね、昔着とったね、小学生の時にね。ちなみに結構安いです、これ本当。あ、見てん、これ薬師丸ひろ子。これね、言ってやろうと思って。おー、これ81年って。僕5歳です。私11歳やん。わ、すごいね。ちょっとこっち行ってみよう。あ、この辺のグラスは私好きかも。来てん来てん、ほら、わー、レトロ、めっちゃレトロね。え、ここ見て、すごい可愛いのいっぱいあるね。やっぱさ、昭和のカラーってよくないね。私やっぱ原色好きやん。なんかあの、うん、知るとエールフランスがあるんですよ。あ、ほんとやん。なんか何あれ、んワンピースか。ああいう模様も好き。おしゃれ。子供かな？なんかさ、見てんもいろんなのがさ、所狭しと置いてあるって。すごすぎますね。これね、あの、探すのも大変じゃけど、うん、あ、これほら、昔ミストで景品やった。わ、う、ー、ん、はいはいはい。ね、ハルトもさ、ね。ありましたね。で、レコードとかもあるし、はいはい、キッチン用品から、とにかくね、何があるかわからんのも、いっぱいありすぎてね。天候一品、気候も。うん。とにかくね、ここね、一回来て、宝探ししたらいいね。今日買ったもんね、いいもの。いや、買いましたよ。あ、ちょっと見してごらん。あのね。今日、ハゲが買ったもの。これ、もうね、この人ね、お店入ってね。もう、あ、絶対これ買うって。うん、2秒で決まった。はい、うん。2秒で決まった。本当に。そう。どうなんで。これでも、手に入らんちゃろ？多分、これ手に入らんじゃないですかね。って思ったんで、私すぐ買ったんですけど、シェルの、あの、シャツですね。これって海外のもん？これだから、多分あの、まあ、ガソリンスタンドの、あの、うん、多分、まあ、制服なのかもしれませんけど。だったら非売品だ。だけど、あの、うん、ちゃんとね、あの、このフェラーリのね。これすごい、これがすごいよね。うん。そうそう、あの、
ね、スクーデリアフェラーリ、テクニカルパートナーって書いてあって、すごい。さあそしてやってきた、小ガラス神社ですね。ここ結構古い神社ですよ。うん、この辺はね初めて来たね。見てあそこほら古い洋館とかがあるね。おお、すごいね。うん、古い洋館。ここが、元の、古小ガラスの由来がある神社だ。もともとの慶光の旧地名、慶光神社に合祀される前に小ガラス神社があった場所なので古小ガラス町っていうのがついたった。わかる？古小ガラスって名前だ。うん、でも福岡の人でも多分ね古小ガラス読めんし知らん人多いけんね。そうですね僕はたまたまそのバスで通ってたんで、あって思い出しました。あ、これ有形文化財やん。見てん？ほら。ね。実は。すごいじゃないですか。このさ、多分神社は、めちゃくちゃレアよ。これ、あんま知らんじゃないかよ。いや、僕初めて来ました。うん。こう来るの大変やったもんね。まあ本当はね、もうちょっと簡単な行き方があったみたいですけど。なんか偉いとこから来たけんね。てか古いね。この辺でも住所はさ、桜坂とか稽古とかね。でも稽古ですよ。うん、稽古か。なんか稽古におると思えんような。いやいやいや。この。一応稽古です。竹林。よし。神社好きな方はここ来たらいいかも。見て作りとか上ほら、うん、立派。すごいね、こんなところに。これも古かろう。そうですね。ね、来て陸軍。ああ、うん、封建だから、この封建されたのが昭和4年の5月の19日って確か書いてます、ね。うん、そういうことね。でもともと慶光神社のとここの小ガラス神社のがあったじゃない。で慶光はあっちにほら移ったじゃない。そういうことやろ。はい、だけど福岡城ほら作るときた築城のときた。わかる？意味が。歴史が苦手な君には。なんかこう、ハテナハテナハテナ。わからんかな。いっぱいこう、入ってますね、今。ほら、あの辺って福岡城築城でほら、ね。はい。それで、稽古神社が移転になってこっちに来たの、ここに。はいはい、はい。うん、はい。で、また戻したった。あ、戻って今の稽古神社があそこなんだ。そうだ。ね。これ、稽古教会です。この、なんかノスタルジックな雰囲気が。すごくいいね。これはかなり古いんですよ。あそこにね、定礎が書いてあります。3年経ってすごい。横から見たら全部なんかツタで覆われとる感じ。
中華谷、すごいね、こんな地名中あまりピンとこんね、ピンとこん、中央区でね、だけど本当に多分狭い一角やね、大体が多分今のもう地名でなっとっちゃう、この辺って、うん、だって上水通りと、あっちは渓谷か、はい、ね、役員、あれ大通り、うん、六本松に行く道ね、はい、うん、なんかでもなんかこう古い町並みやね、うん、これ何、何ですか、2店舗の作り、あ、剣道って書いてある上、だけど古いよねここね、一等館ね、書いてあるね、かわいい公園ね、ね、いいね、こういうなんかプチ公園、そう、フルコーガラスってこんな字、鳥じゃないっちゃうね、鳥じゃないですこれ、棒がないっちゃね、そして今から行くカフェがここですよ、これが元歯医者さんだったんだって、表から見た方がなんかレトロ、をなんかそのまま使ってカフェにしたんだってさ、あーでも見てこれいい感じよ、ほら、あ、ぽいね、でもほら前から見たら、こっちから見てん、ね、ほらいい感じのね、建物やね、昭和って感じやね、素敵よ、でもなんかこのなんか窓とかいい、こういうの、さあ、2月3日なんやった？節分の日、まだやってないけん、とっとったったかぶり、いやもう節分終わりますよ、いいけんかぶりって、早く節分終わりますか、かぶりって、かぶるけど、かぶってちょっとこのほら滑り台の上におって、あんた鬼決まっとるもん、私が鬼やとおかしくないもん、いやいや、もうあなたが鬼やったら全然違和感ない、私鬼やないもんチェ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 で、あんた逃げるよ、でもね、滑り台からね、降りたらいかん、わかった、逃げないんだから滑り台の上で逃げりて、滑り台で、私が豆を当てるけんね、いや、それか滑り台に降れってことだから、なんねんなんねん、行くよ、ほらハゲは外そこで降りたの、ほら当てちゃう絶対、うん、ほらちょっと待ってしぶといな、ほらちょっとほら来てごらんって、ちょっと来てごらん、ダメって降りたら、あ、こっち来て、こっち来てって、ほらなんでいいけん、ほらこの悪霊大佐ほら地獄に落ちろ、ほらなんだあんた、靴で跳ねのけて、このバカだね、あ、ちょっと今度後ろから、その後ろから、後ろ行かい、いや、はいはいはい、いいよ、はい、はい、こぎって、はいよ、こぎって、
おい今ハゲも外やほら最近お前チャッキーって噂があるぜほら鬼がああああでもよう匂っとるよなんでそれ買うとき今まで残ったの食べていけん